冒頭、福島大臣政務官よりご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは、政務官の福島でございます。本日は大変お忙しい中、また急なご案内にもかかりませずご出席を賜り、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。先般4月2日に国連科学委員会より福島原発事故に関わる放射線に関するこの健康影響に関する報告書が公表されたところでもございます。この報告書は各国政府が組織や放射線リスクに関する施策を検討する上での科学的な根拠となるものでございまして、我が国にとりましてもとっても重要な知見になることと承知をいたしております。またこの報告書につきまして、本専門会議においてこの今後のいろんな議論をしていく上で非常に参考になるということから、永田座長の方から十分に時間を取って皆さんでご議論していただきたいとのご提案をいただきまして、本日同報告書に議題を絞りまして専門家の皆様にご議論をいただくこととなりました。また同報告書におきまして、被爆線量の推計、健康リスクの評価を行った上で、住民における放射線被曝による健康影響が観察されることは予測されないとの見解がまとめられているということを承知いたしておりますけれども、この報告書を含めまして、すべての知見を総動員いたしまして、健康管理のあり方について議論を深めていくことが極めて重要であると思っているところでもございます。しかし極めてこの内容は専門的でございまして、私も含めまして国民の皆様方一人一人が理解するのがとても難しいということも事実でございます。国民の皆様にどうやったら分かりやすくしっかりとお伝えできるのか、そういう問題意識を持ちまして私もしっかりと勉強をさせていただきたいと考えております。本日はこの報告書の内容につきまして、法医研の放射線防護研究センターの酒井センター長様より解説をいただけることとなりましたので、国民の皆様にこの報告書への理解を深めていただける良い機会になるものと考えておるところでございますので、どうか最後までよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。続きまして資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の議事次第の下に資料の一覧がございますけれども、それに基づいてご確認いただければと思います。資料の1の1として、アンスケアのレポートの抜粋でございます。資料の1の2でその時のプレスリリースで、資料の2として、将来の科学的研究の必要性への対応についてという2枚の紙でございます。またその次に酒井センター長からの提出資料がございます。また参考資料としてこの会議の開催要項がございます。何か過不足等あれば事務局の方へ連絡いただければと思います。なお委員の提出資料の行き違いやですね、また前回傍聴者への資料が若干メインテーブルの配布資料と違っていて分かりにくいとか、そういったご指摘がございまして、事務局としても今後注意したいと思いますので、ご了解いただければというふうに思います。続きまして、それでは議事を今後座長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは第5回の会議を始めたいと思いますが、本日の議事は原子放射線の影響に関する国連科学委員会アンスケアの福島原発事故報告書についてということがタイトルでございます。で、本日は先ほどお話がございましたように、法医研の放射線防護研究センター長の酒井和夫先生からお話をいただきますけれども、アンスケアの報告の扱いにつきまして、後ほど事務局からもお話しいただきますが、我々としてはアンスケアの今回のことをよく勉強して、そしてこの専門家会議は専門家会議として十分に議論するという立場であることだけを最初にお話しいたしました。で、じゃあ事務局の方から一応ご説明いただきます。
事務局でございます。先に坂井先生からお話を賜る前に事務局から一言でございますが、本日は先ほど座長からございました通り、4月2日にあんすけ屋から公開されました、東日本大震災後の、原子力事故による放射線被曝のレベルとその影響についてもお話しいただくわけでございますが、先生にはお願いしておりますところは、報告書に記載している事項についてのご説明、ご質疑への対応という形でお願いをしているところでございます。報告書、本日資料 1-1 でご用意させていただいた通り、タイプでございますので、記載されている内容だけでも相当ディスカッションあるかというふうに承知をしてございますが、もしアンスケアに直接確認しなければはっきりしないような内容みたいなものが生ずるご質問をいただくようなことがございましたら、大変恐縮ではございますが、私ども事務局の方で一旦お預かりをさせていただきまして、事務局から環境省の方から国連科学委員会の方にご紹介を差し上げて、後日、ご回答をいただくという形、アンスケアからいただいて、それをご披露差し上げるという段取りで進めさせていただきたいと思いますので、あらかじめご承知おきをいただければと思います。で、またもう一点でございますが、本日英語での資料のご提供とさせていただいております。で、日本語版についてはですね、これ現在国連科学委員会の方でまさに作成中ということでお伺いをしておりまして、それができ次第アンスケアの方で公開をされるということを聞いておりますので、日本語版につきましてはそちらをお待ちいただくという形でお願いをしたいと思います。事務局から以上でございます。どうもありがとうございました。それでは坂井先生にご説明いただくわけでありますが、これ300ページございますし、アネックス A だけでも相当な量が、それを30分程度でお話しいただく、もう大変なお仕事をお願いいたしましたけれども、随分いろいろと準備していただきまして、本当に厚くお礼を申し上げます。で、大体お話は、イントロと原発からの放射性物質の放出量、それから一般住民への被曝線量、被曝評価の部分と、それから被曝に基づく健康影響と全体のまとめの部分、2つに分けてお話しいただきまして、両方とも15分ぐらいでお話しいただいて、また同じぐらいの時間を質問に使う。で、特に最後の方は将来のことがございますので、それについて事務局で日本語でまとめたものも準備させていただきました。それも一緒に議論したいと思います。じゃあ坂井先生、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました放射線薬総合研究所、ご紹介いただきました放射線医学総合研究所、坂井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいま永滝先生からはお話ございましたけれども、これだけ の分量のあります報告書でございます。で、本日お話しするのはごくごくかいつまんだ、要約になるかとは思いますけれども、先生方 のこの会合での、議論のきっかけになればと考えております。で、右上に坂井提出資料と書いてございます資料に基づいてご説明申し上げます。で、まず初めになんですけれども、でアンスケア原子放射線の影響に関する国連科学委員会、この委員会では設立当初は、核実験のフォールアウトが主な懸念材料であったと聞いております。で、それ以降人間と放射線との関わりの中で、で様々な、線量と影響、これをキーワードとして、様々な科学的な知見を集約してきているところであります。で、このアンスケアが2011年の、福島、原発事故を受けて、で2011年の5月にこの、福島に福島事故に関連してやはり線量と影響で、これをキーワードとした報告書をまとめようということになりまして活動が開始されました。
で、一番初めにの、資料にございますけれども、まずは原発事故の時系列的な展開、これを踏まえた上で放射性物質の放出と拡散、それから公衆の被爆線量、作業者の被爆線量で、そして健康影響で、さらには人以外の生物の環境生物の、被爆線量とリスクでというような事項を含む報告書、これが冒頭にご案内ございましたけれども4月の2日に公表されたところでございます。でページをめくっていただきまして、目次を概観 としておきたいと思います。でまずはイントロダクションがありました後、事故がどのような経緯を推移をたどったかというまとめで、さらには放射性各種放出環境中に放出されてしまった放射性各種の、放出拡散そして沈着の様子で、それから公衆の被爆線量の評価、さらには作業者の線量評価で、それに引き続きまして健康影響、それと人以外の生物層における線量と影響の評価で、さらにようやく結論、今後の課題というような構成になっております。で、順番にお話をするんですけれども、この専門家会合の、主な検討対象が一般の方の健康影響であると承知しておりますの でそこの部分に中心を置いてご説明いたします。で、まず、地震と津波の後に発生した事象の時系列で、これも詳細に立ち入りますと、いくら時間があっても足りませんので、このような形で、紹介されているというところをまとめました。で、この下の表を見ていただきますと、2011年3月の11日から始まってございます。で、14時46分に地震と書いてございますけれども、で、その後どのような事象が起こったかということを原子炉の中で、であるいは環境に、そして、一般公衆に、さらには作業者にというような形で表が、実はこれ4ページにわたって表が取りまとめられているところであります。で、この絵の中では点々で割愛させていただきましたけれども、最後は2012年の3月の31日、作業者についての線量評価が完了という形で、これまでの、時系列的な推移が取りまとめられているところであります。で、このような時系列も踏まえた上で、次のスライドにご覧ください。放射性各種がどれほど放出されたかという、ことが まとめられております。で、最終的な結果だけここにまとめました。で、福島第一原発から大気中へ放出された放射性物質の量で、要素に関しては100から500ペタベクレル、ペタベクレルと申しますと10の15乗を示す、数字で記号でありますけれども、で100から500で、それからセシウムに関しては6から20のペタベクレル のこのような量の放射性物質が、放射性各種が、環境中に放出されたと見積もられております。で、これをチェルノブイリの事故の時と比較が述べられております。で、これを見ますと、要素に関してはおよそ10分の1程度である、セシウムの137に関しては約5分の1であるというようなことが、この部分での、大気中への、放射物質の、放射性物質の、放出に関してのまとめであります。で、また同様に海洋中へ放出された放射性物質についてのまとめもございます。で、要素の131については、直接海に放出されたものが10から20で、間接的に、60から100、セシウムが3から6、5から8というような見積もりになってございます。で、海洋中への放出というのが、これはチェルノブイリの場合にはございませんでした。で、福島 の事故にユニークな点火と考えております。で、さて本題の公衆の被爆線量の評価
に移ります。で、この報告書では、体の大きさそれ、等を考えましてまずは成人の場合、それから10歳を想定しているんですけれども、小児の場合で、さらに、1歳を想定しておりますが、乳児の場合という3つのグループに分けまして、でそれぞれについて、実効線量と、それから甲状腺への、吸収線量というものを提示しているところでございます。で、さらにもちろんこの、線量、一般の方が受けた線量というのはどこに住んでおられたかに大きく依存します。でそれに関しましては、この事故直後から避難した地域、避難指示が出された地域、それからその後、ほぼ1ヶ月ぐらい後に計画的避難地域と指定されたところで、これをまずはひとまとまりで、その福島県のその他の地域をもう一つで、さらに福島近隣県で、さらにその他の日本全体というような形で、で、細かく言いますと5つ、最初の2つをひとまとめにしますと、避難をした方という形で、まとめますと大きく4つのグループに、分けて、線量の評価をしているところでございます。で、この線量の評価にあたっては外部被曝、体の、外にある線源から受ける被曝と、内部被曝、体の中に取り込んでしまった、放射線源からの、被曝、この両方を合わせて評価をしているところであります。で、内部評価の推計をするにあたりましては、その、屋内退避等の、効果は配慮、この報告書の中では配慮されておりません。で、それぞれの状況について、で個々にその程度が異なるというような背景のもとに、その、屋内での、屋内に退避をしたという効果、については配慮されていない。言い換えますと、ここの部分、やや安全側にといいますか、保守的に、線量の評価を行っているということになるかと思います。で、その次、外部被曝に関しましては、で、これは建物の外にある場合と、それから中にある場合で、中にいた場合とで、その線量は異なります。でその時に家屋につきましては、家屋が木造で、木造の住宅であると、木造の建物であるという仮定を置いて計算がされているところであります。でちなみに木造の住宅ですと、その、コンクリート造りの住宅の場合に比べて遮蔽効果は小さいということになりますので、この部分でもやや安全側といいますか、高めの線量評価ということになるかと思います。で今外部被曝、それから内部被曝と申し上げましたけれども、それぞれの評価に当たりましては、さまざまな不確かさが伴うところであります。で、この避難区域、避難区域における、評価に当たりましては、その、待機中を放射性物質がどのように移動し拡散し、でさらには沈着をするかというモデルを使って、推計しておりますけれども、でこのモデルがに伴う不確かさがありますの で、ここで示した値につきましては、4分の1あるいは5分の1から、4倍から5倍の範囲で、その推計に変動があり得る、不確かさが含まれるということを付け加えているところであります。で避難区域以外の部分 に関しましては、個人の線量はその平均値の3分の1から、3倍の、中で の変動があり得るというようなことが書かれております。
で、この報告書の中では様々な線量の評価がなされております。で、例えば次の表にお見せしますのは事故後1年でありますけれども、で今後、長期にわたって、何十年も経った場合にどのような評価になるかというような表はございますけれども、ここでは、1年後までの、線量についての値をまとめました。でページをめくっていただきまして、被爆線量事故後1年間の、実効線量および、甲状腺吸収線量の推定値と書いてございます。で先ほど申し上げましたように、そのグループ1としまして避難をした方たちで、この中にはあらかじめ、避難指示に、従って、避難をされた方々と、でその後計画的避難区域に指定されたところにおられた方々が含まれます。でそして、福島県の避難区域以外の福島県で近隣県でその他の都道府県というような、形で 分類をした上で線量の評価が、報告されているところであります。で今はこの数字の個々詳細に立ち入ることはせず、このような形での線量の評価が行われているということだけ申し上げておきたいと思います。でさて、このような形で被爆線量の評価をしたんですけれども、でこれについての分析が述べられております。でまず食品による内部被曝の寄与が大きかったということがまず一つで、それからこのような評価に対しまして、で事故の後福島県でさまざまな形で実際に線量の評価が行われた報告がございます。で、それとの比較が行われているところですけれども、で実際の、測定結果と比べて、やや高い線量、評価になっていると。でこのアンスケアの評価の方が高いということが実際にの測定結果を引用しつつ、述べられているところであります。でそれからここのグループの1、避難をした方々と申し上げましたけれども、でこの避難をしたということがどれほど線量の、低減に役立ったかという考察もされております。で、これにつきましては、そこの8の部分に書いてございますけれども、避難をすることによって被爆線量を10分の1に低減することができたというのが結論であります。でただ避難ということに関しましては、避難によって避難関連死とか、それから精神的あるいは社会的なマイナスの影響も生じているというようなことで、このことも合わせて記載されております。それからページをめくっていただきまして、でさらに考察といいますか検討事項についてでありますけれども、食材を介した内部被曝について、で事故の直後に食品に関しての、規制等が行われるその前に地元で栽培された食材あるいは採取された食材でこれらのものを、摂取された方食べられた方がおられたとしたらば、でそこまでの検討は、この報告書の中ではすることができなかったとございます。でただこのような直後の高かったかもしれないそういうレベルの 食材を、食べた方たち の, 評価というのは、そのようなものを食べていたとすると、ここでこの報告書で述べられている、推定値よりも10倍近くまで高くなる可能性があるという指摘がございます。でただ
で、ただその後、実際にホールボディカウンターでありますとかでそのような測定の結果を見る限りでこのような高い線量を示すような事例は見られなかったということを付け加えております。でさらに食品を介した内部被曝についての考察でありますけれども、でこの実際に食品のに含まれる、放射能どれほどの放射能が含まれたかということに基づいた計算をしているわけですけれども、でこのデータというものがどういう状況の下で得られたかということに関しての考察であります。で当時その当局の食品の検査については汚染レベルの高い食品を特定するということが一つの目的として実施されたところであります。でそのため、これらの値というのはランダムにサンプリングしたものとは言えない、したがってこの委員会で示した平均濃度の値でさらにはこれに基づいて計算される食品を食べ物を介した内部被曝の値というのは過大評価であった可能性があるというのが記述されているところであります。でまた実際のところ多くの食品についてで測定結果というものを眺めてみますと検出限界よりも低かったわけですけれども低いわけですけれども、でそのような状況の場合にはこのアンスケアの委員会では検出限界値検出限度値を持っていると、そのような過程で計算が進められております。でこれも経口摂取食べ物を介して体の中に取り込んだ線量が高めに評価される原因と となったという記載がございます。でさらに食物の 流通消費パターンでございます。でこの今回の評価では食材はすべて福島県内のものであるとされていますけれども、もしもこれが、県内、県外から の食材が強制られた場合にはそこの部分でやはり実際の線量は低くなる可能性があるということでございます。で先ほど、永滝先生からは公衆の被曝線量のところで、まあ、一区切りというお話がございましたけれども、で線量の評価という意味では作業者の線量の評価も行われております。で、ページをめくっていただきまして上の段に作業者の線量評価はをかいつまんでまとめましたけれども、この専門家会合 専門家会合で、検討なさる内容という意味では公衆の線量評価が大事かと思いますので、この部分につきましては後ほどお目通し願えればと思います。線量の評価まではとりあえず以上でございます。本当に大変な量の報告書を非常に分かりやすくポイントを絞ってのお話しいただきました。ここで15分間の質問の時間にしたいと思いますが、どなたでもの質問がございましたらお発言いただきたい。どうぞ。佐々木最初に事務局への質問ですが、今日お配りいただいた資料1-1、私だけかもしれませんがアペンディックスの A が私のものは抜けているんですが、 B から始まったような私のものは、すいません、事務局でございます。資料の構成丁寧にご説明を怠っておりまして恐縮でございます。すいません、資料1-1、分厚い資料のですね、少し何枚かめくっていただきます。1、2、3、
4枚めくっていただきますと目次がございます。で右肩21ページ、右上にページ数が21というございますので、その時点で少しイントロとかは省かせていただいているんですが、本日印刷を差し上げましたのがこちらの目次の部分でいきますと、このアネックスの A っていうのが、すみません1枚戻っていただいて申し訳ございません。アネックスの A というのがございます。でこちらが全体のまとめでございまして、本日坂井先生からはそちらを中心にお話をいただく予定でございます。でだいぶページが飛びまして、すいません、94ページというところがございます。でそこからアペンディックスの B とまとめの境目の部分でございまして、ここからアペンディックス A が総論でございましたので、そこは省かせていただいた上でアペンディクス B が、資料、すみません、アペンディクス A が B 以降に何が書いてあるかという資料一覧でございましたので、そこは省略をさせていただいて、印刷をさせていただいたのが、アペンディクス B の放出量の部分と、あとアペンディクスの C がファブリックの動作アセスメントでございますので、そちらを印刷させていただいたということと、アペンディクスの E がその動図に基づきまして評価をしてございますので、アペンディクスに関しましてはその3つに関しまして印刷をさせていただきました。すいません、事前に説明しておけばよかったことでございまして恐縮でございます。すいません、ですので含まれていないものといたしましては、アペンディクスの A とですね、アペンディクスの D、 これ労働者ですが、であとはアペンディクスの A、AF 以降ですね、そちらについては省略をさせていただいておるものでございます。すいません、どうもありがとうございました。坂井先生への質問が一つございます。スライドというのでしょうか、6番ですけれども、ここに成人勝利有事20歳10歳10歳の高線上を推定したときに書かれています。それについての質問でありますけれども、実行線上というのはそもそもスライド6の1番の成人20歳小児10歳乳児1歳の全身の実行線上というところについての質問でございます。実行線上というのは少なくとも現在のところは、標準男性女性を使った、性平均年齢平均の組織加重係数を用いたものを実効線量と呼んでいると理解しておりますけど、旧20歳10歳1歳の実効線量っていうものはどういうふうにして算出されどういう意味合いを持っているものかということを伺いたいんですが、はい、まずはこの線量評価体系の中で標準人という呼び名を使っているかどうか、把握しておりませんけれども、体格の違う方々の、つまり年齢に応じた体格の違いというものをある意味標準化した、でそのようなモデルが提示され、でそれを使った、それを活用した線量の評価が実効線量という形で議論されております。でもともとの定義に先生ご指摘の定義に遡った時にそのような位置づけで今標準人というのが、きちんと、年齢ごとの標準人という位置づけになっているのかどうかということは把握しておりませんけれども、でここではそのような、標準的な体格のモデルを設定して、でそれに基づいた計算によって、実効線量を算出しております。ありがとうございます。そうしますと組織加重係数はそれぞれの年齢の代表的組織加重係数というものを出してそれを使っているのでしょうか。これについては同じ値を使っております。
で、そういう意味では今後の非常に重要な課題の一つかもしれませんが、このレポートでは、年齢によって組織加重係数を異なる値を使っているということはございません。ありがとうございます。どうもありがとうございます。他にございませんか。どうぞ。詳細に詳細に説明していただきましてありがとうございました。ちょっといくつか聞きたいんですけれども、6のスライドのところでですね、ここに真ん中辺のところにですね、括弧のところでですね、平均濃度の値が過大評価であった可能性がある、そしてその2行下にですね、経口摂取により線量が高めに評価される原因として考えられる、こういったこととですね、それからその肩括弧4のですね、外部被曝線量および吸入による内部被曝線量不確かさ、こういった文言がですね、一つの、スライドの中にですね、相対するような形でいくつかあるわけなんですね。それは8のスライドのところでもですね、肩括弧7のところに若干過大な評価となっている可能性があるっていうのが書いてあったりですね、それからその逆にですね、要するに、人々のですね、いろいろな行動のパターンだとかそういったことからするとですね、不確かなものがあるというふうなことでも言われているということになるわけですね。そうするとこの2つちょっとこう評価が割れているようなことが書かれているわけなんですけれども、それは前回のアンスケアの報告の中でですね、31番目ぐらいの項目のところにですね、一定私たちがこの会議でですね、線量の把握だとかってことをやって、推計してきたわけですけれども、それとは別個にやっぱり人々の行動だとか食べたものの不確かさ、把握ができてない部分ということがあって、その辺でのばらつきはあるっていうふうに考えてよろしいわけですね。これ、はい、ここで述べられているのはおっしゃる通りだと思います。はい、それは要するにバカにできない程度であると、範囲であると、はい、で例えば事故の、直後に山菜を食べた方がおられるかどうかで、これについては今現在では評価することができないでというのが一つの結論であり、でその時にもしも召し上がったか、そのようなものを、食べた方がおられた場合には線量というものは高くなるであろうというのは、これは実際の推計というよりは推計に伴う考察であるかと思います。でただもう一つ、これまでのホールボディカウンターなどのカラーの判断するに、でそのような事例は、見つかっていないということ ですから、そのあたりでの部分でこの不確かさをどう評価するか、でそれから今後のさまざまな課題の中で不確かさの程度をいかに狭めていくかというところが今先生ご指摘になりました。この実はかいつまんでまとめたこともあって、で実は不確かさに関してのセクションというのもございますが、でそのような中で述べられているということが、おそらく今後、検討するより正確な線量の評価につながる、でそのような、ことになる、つながるものと考えております。はい、わかりました。そうするとこの9番目のですね、要するにスライドに、それが如実に現れているというふうに考えてよろしいですね。このはい、はい、今の、ご指摘の点はおっしゃる通りです。はい、わかりました。どうもありがとうございます。はい、鈴木先生、今の石川先生の質問に関連しますが、このアンスケアの食材による評価っていうのはあくまで流通してたものの汚染で測れてたものをベースにするという立場で、もしそれで測れてない場合は土地の汚染濃度からエスティメートしたごく初期の部分はそういうデータを使ってます。ですからその辺が実際に口にしたものとこのアンスケアの、評価の中でどのくらいの違いがあるかっていうのが
このアンスケアレポートの段階ではまだ十分評価されてないというふうに私自身は思っております。でこれから例えば食材 100% 本当に福島産であったのか、あるいは地場で取れたもの、3月の段階でそんなに地場の産物が多いわけではありません。そういうものがどの程度食べられてたのか、そういうふうな幅をある程度狭めていくっていうのは今後必要になってくるのかと思ってます。どうぞ。今のご質問に関連するんですけれども、多分その不確かさっていった時にですね、情報が足りないことによる不確かさ、英語でいうところのアンサータンティと、それと、ばらつきがある、バリアブル、バリアビリティと分けて考える必要があると思います。で、いろんな観点からその不確かさの分析は行われていますけれども、例えばその避難した人たちの占領評価、に関してはですね、基本的にモデル計算を使っています。でそうするとモデル計算がどこまで正しいのかということを考えたときに、そこに大きなアンサータンティが存在する。でそれはもしかしたら過小評価になっているかもしれないし、過大評価になっているかもしれない。で一方でどんなにその辺のこう情報の不確かさを詰めていったとしても、個々人ごとに線量がばらついている、その現実はありますので、それはもう厳然とバリアビリティとして存在するので、それをきちんと区別して考えることが重要だと思います。他にございませんか。我々ここでかなり実際に測定した値に基づいてずっと議論、この専門家会議やってきまして、例えば外部占領であるとの県民健康調査の県民調査ですかの行動記録に基づいて、個人個人の実測というか個人個人の被爆占領の推定であるとか、甲状腺は実際に測定したもの、そういうものを主に議論してきました。でこの報告書の中ではそういう実測値とモデルとの関係について何か先生こう説明、かなりその両方のいい面悪い面が書いてあるような印象があったんですが、先生のご印象でいかがでしょうか。はい、ここにもございますが、で特に避難した方たちについてはモデルに基づいた計算がされているところであります。でそれに関しましては実際の測定値とのすり合わせ、これはやはり今後、お互いにといいますか、モデルの、高度化というような動きの中で検討していかなければいけないと思います。でここでは特にどちらがどうだというような議論はございません。で、ここでの占領評価はモデルに基づいているということで、それから実際に測定をした測定値に比べると今回の予想値評価というものが高めであるという、その2つが書いてあると認識しております。他に川本先生。坂井先生のこの資料にはちょっとディテールとしてはないんですけれども、報告書は4つのグループについて評価している中でですね、その避難20キロ圏内と計画的避難の人たちの被爆占領評価は基本的にはその県民調査におけるその個人の行動記録18パターンというものでやはり分類して評価がなされているわけですけれども、そこのそのデータというのはその県民調査でやられた外部被爆の個々人 の, その情報どの程度までそのアンスケアが情報を使ったというのがちょっと私知りたいんですけど、そこら辺はお分かりになるでしょうか。要するにそのここでも議論があったわけですけれども、それ どの程度そのオープンになっていい、オープンになっているというか、こういう意見は評価の中では持っていらっしゃらない、具体的なそのディテールまでですね。でこのアンスケアはその18パターンというような行動パターンを
各その18のパターンの代表的な、例えばそのどこにどこの地域にいつからいつまで、いて、その滞在期間はこのぐらいだったという、その そういう大まかなそのデータを使用して外部、まあ、外部被曝のやり方はベースになるバックグラウンドは多分あの県民調査でやったものとは違う値を使っていると思うんですけれども、そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。はい、申し訳ございませんが、あの私があの持っております情報はあの、健康、あの県民健康管理調査であの、採用された18のパターンで、それをあの採用したというところで、でその踏み込んだ中身をどのように活用し、どのようなデータをというところまではあの把握しておりません。あのすいません、あの事務局からの少しあの補足をさせていただきますと、あの資料1の1のですね190ページだいぶあの飛んで恐縮なんですが、あのテーブル の C の11というのがあのございます。でその右側に C の12というのがあの191ページにあのございますが、はい、アペンディクス のカラムで言えばアペンディクスの C になります。であのその、C の中の190ページ191ページのところにあの具体的なあの行動パターンと、あのその、どのフェーズであのどれぐらいの被曝をあの見積もったのかという形で、あの今公表されているレベルでいきますと、おそらくこの、形が一番詳しく書いてあるパターンかなというふうに思っておりまして、あのそれぞれもともとどこにいらっしゃってどこがゴールでっていうこの18パターン、あのこれ基本調査の一番最初の時にあのモデル的にお示ししたものをあの用いているんだと思いますが、あのその行動に基づきまして、あのそれぞれあの実効線量と甲状腺の透過線量があのどれぐらいであったかということをあの見積もって、吸収線量がどれぐらいであったかという形であの見積もっておるのかなというふうにあの承知をしてございます。今の説明はこの191ページに各パターンの、まあ、計算した値がそれぞれ出ているということで、これのまとめがそのあれですね、そちら佐々木先生お締めになったやつにまとまります。どうぞ。結局この18パターンは基本調査の時に法医研が設定した18パターンそのものですので、ですから実際にその行動は例えばどこどこの役場から何々センターに移動したとか、そんなような形にしかなっていなくて、でそれぞれの目標になる例えば役場の緯度経度がいくつであるという情報が向こうに渡されて、それで線量評価をしているだけですから、だからまあ要はそういったシナリオの代表性がどれだけあるか、当然個々の人たちの行動はここから外れてくるわけですから、代表性がどれだけあるかということが、ポイントにはなると思います。よろしゅうございますでしょうか。どうぞ。このアンスケアの評価の中では ATDM っていう、デポジションのデータを使いながら、拡散モデルを使って、実際に沈着量である程度バリデートしたバックトランスレーションしたようなもので線量を評価しているわけですが、この ATDM と例えば日本でこの間やってきた、拡散モデルとどの程度のこう合致度があるのか、どの程度相互があるのか、その辺の調査っていうのはどこかでやられてるんでしょうか。これずっと読んでいくとそういう少し違うモデルの比較をしたというようなことは書いてあるかと思いましたが、具体的にどういう評価になったかっていうところまでちょっと私十分理解できてませんので、もしご存知でしたらお願いします。はい、
申し訳ございません。そのような情報は今持ち合わせておりませんが、このような報告書が出て、でこのモデルに基づいてこういう数字というのが今集約されて出てきたところです。でそうしますと、さまざまなここで採用されなかったようなモデルを担当な、お使いになっている研究所の方々でにとっては、この、そのような方々の、協力も得て、でこの報告書の中で採用しているモデルの妥当性というものがおそらく今後検討の課題になるんだろうと思います。すいません、また手短に事務局から補足をさせていただきますと、ページでいきますと147ページあたりになるんですけれども、そちらの方で具体的に体系拡散モデル、はい、アペンディックスの B になるんです、あ A にあアネックス の、 A の中でテーブル の、 B の10という部分がございます。でその中でいくつか の、 モデルを提示をいたしまして、その中でどれぐらい の、 ものであったかということがこれが147が一番後ろ側でございますので、その手前数ページでどういった拡散かというのをご紹介をされているかと思います。今 の、 鈴木先生のコメントはここに書かれている比較を超えて、でそれ以外 の、 ここに採用はされていないけれども、さまざまな観点からこのモデルを研究なさっている そのような先生方 の、 意見も、踏まえた上 で、 で検討が必要ではないかというコメントであったと理解します。よろしいですか。これはアペンディクス B、 今事務局がご紹介されたアペンディクス B に少し詳しく書いてあるんですが、私はグループ B に入っていたわけではないんですけれども、まあ割と専門に近いのでちょっと非常にテクニカルなご説明になるんですけれども、少し解説しますと、WMO が世界気象機関がワーキンググループを作って、その中にはここに書いてありますけれども、137ページからこのディスパーションモデルのやり方について書いてありますけれども、私はここに書いてあることを しか知りませんけれども、ここには日本のモデルは入っていません。で、アメリカ の、 その大気気象局とかですね、それからイギリスとかフランスとか、いくつかの国の専門的なモデルで、今事務局が言ったのは IRS 線のモデルと比べてるんですけど、そうではなくて一番いいのはですね、この138ページを見ていただくとテーブルの B の7というのがあります。でここにバルクディポジションベロシティというセシウム137のバルク の、 その沈着速度というデータが載っています。でこのバルクの沈着速度というのはどういう意味合いを持つかというとですね、その放射性核種の地表面の沈着というのは雨が降っている時とその降っていない時では大きく違うわけですね。で、評価に際しては非常にアンスケアはこの大気拡散モデルを使う部分というのはその測定データがない時期に関してですね、使っているんですけれども、どういう使い方をしているかというと、できるだけその不確実さが少なくなるようなアプローチを取っているんですね。それもこの会議の 1,2,3 回目でそのこういう線量再構成 の、 そのやり方のベースを議論したと思うんですけれども、できる限り測定データをベースにするというベースがあります。つまりモデルを使ってで もですね、放出量があって、放出量をというのも実測値ないですから逆算して推定してるわけですね。そういう推定の放出量があります。
その推定の放出量を使って拡散モデルで拡散を計算して沈着を計算してその線量を計算するという方法をダイレクトに取っているのではないんです。で、それはソースタームの不確かさというのがすごく大きいのでそういうアプローチを取っていないんです。で、どういうアプローチを取っているかというとこのバルクのディポジションベロシティというのはそのまあバルクっていうのはその慣性の雨のない時の沈着と雨の降った時の沈着を両方とも考慮して、まあ、ある意味大雑把なあれなんですがそれを場所ごとにこの場合この評価ではその各地域ごとの線量評価をしていますからここに書いてありますように大熊あるいはいわき福島というこういうディストリクトその地域ごとの線量評価をしていますからそこの地域における沈着の、グロスの沈着の速度っていうのをその計算と計算からまあ求めるんですね。計算とそのディスパーションモデルの情報からでそのバルクのデータを使って実際に沈着しているそのセシウムのその測られたデータですね土壌汚染の濃度に逆にそれをバルクの沈着速度で割って空気中の濃度っていうのの積算の空気中濃度を出してるそれでインハレーション吸入線量を求めるとでそれの方がまあ不確実さが小さいというできるだけその測定データを使用しようとただ そうは言ってもですねそのバルクのこの沈着速度を出すときにはやはりモデルを使ってるんです。 ですからその中ではやはりそのソースタームっていうのものをある等で仮定してでどういうパターンで拡散が起こってある場所ではそのプルームが通過したときに雨が降っているのかいないのかとでそういう情報を全部加味してこのバルクの沈着速度っていうのを、まあ、推定しているわけです。ですから鈴木先生の今のご質問から言うとここにあるのはその NOAA のモデルとか UK のモデルとかって、まあ、いくつかこう書いてあるんですがどうも中身を読みますと塔ぐらいのコンビネーション、気象のモデルとですね拡散のモデルと塔ぐらいのコンビネーションでこれを全部やったとでそのうちその、まあ、上からこう全体のアンサンブルアベレージを出して、まあ、その平均値に近いようなものを上からこの5つだけ出したのがこうであるとでこれ見ますと それぞれの場所でこのバルクの沈着速度っていうのもまあこのぐらいの不確実さというかですねモデルの違いによる幅があるとですから、まあ、答えにはなりませんけれども、まあ、日本の研究者がいくつかやはりモデルを持って、やっていますけれどもそういうものでやはりこういうものを出せばですね多分この10 の, そのコンビネーションの中のこういう中には、まあ、多分似たようなモデルを使ってますから入るというふうに、まあ、そう すいません少し長くなりました。モデルと実測値、まあ、普通モデルを考えてそれが実測値にあったらそのモデルが正しかったというのがまあ普通の実証の方法だろうと思うんですけどまだそこまで行ってなくてこの報告書のレベルでは実測値にもこういう意味見ても悪い意味もあるとでまたモデルを使ってもこういう意味もあるとなんか両方ただ淡々と書いてるような印象なんですけどももう一つよろしいですか。どうでしょうか。今の永谷先生のご意見、もう1ページ、2ページめくっていただくとですね、まさしくそのこのモデルによる推定と実測値との比較っていうのが載ってるのが141ページと142ページなんですね。で、実はこれはアンスケアはその評価に用いたソースタームっていうのは日本の研究者がやったJEA の寺田さんがやったソースタームをベースにしているんですけれどもそのソースタームをやってこの NOAA の使った ATDM を使った評価を使った NOAA の GDAS っていうモデルで評価をした結果を左側のこの図はですねその空気中濃度と比較している結果なんです。ところが福島では空気中濃度をですねちゃんと調べて
刑事的に調べてるデータというのはほとんどなくて、あの東海のデータぐらいなんです。で東海の我々の JEA のところで2つすごく、まあ、重要な情報があるんですけど、それと比べた結果がこの左側なんですね。あの東海村のデータと比較してると。でこれ確か、黒い丸の方があの測定データで、計算結果がこのちょっと赤というかですね。でこれパターンはこう似ていて、あモデル合ってるなとこうパッと見ると、 でも気をつけなきゃいけないんですけど、これスケールがログなんですね。ログですからちょっと違うとまあ10倍ぐらいさっと違ってると。だからピークの値なんかはまあとてもとてもこうパターンとして来るプルームが来る時間はまあ多少ずれていて分かるけれども、その絶対値の情報から言ったらまあ非常に大きい不確実さがあるということは、これをご覧になれば分かると思います。で右側はですね、今度はこのモデルでセシウム その各領域 の沈着を推定したものと実測データを比べてるわけですね。ですからこれあの45度の線上に乗ればあの一番評価がいいわけですけれども、これご覧になるように非常にその低いレベルのところでは非常に大きい不確実さがあると。で、まあ、沈着が大きかったところを 見てもですね、まあ、これもログログですから、ログスケールで書いてありますけど、ですからまあオーダーではいい、まあ、オーダーよりは少しマシですね。ファクター5とか、まあ、そのぐらいでは実測値と、まあ、そういうモデルの程度であるということをご理解いただければと思います。ある場合で、結局避難している最中の、インハレーションなんかに関しては結局そのデポジションのデータがないので、シミュレーションからそのまま空気中濃度を出していると思うんですけど、そこはいかがでしょうか。結局避難の途中のなんか一番我々が気にしているのは、避難した方たちの線量ですけれども、避難の途中で受けた線量、特にインハレーションによる吸入摂取による被曝というのは、その時のそれぞれの放射性各種の空気中濃度が必要になるわけですよね。でそれを沈着のデータがないので、沈着から戻すということができなくて、ですからもうシミュレーションによる空気中濃度を直接使っているということでいいんですよね。それいや僕そこまで書いてないからどういうふうにやってるか分からないんですが、さっきのバルクのディポジションベロシティを出すということはですね、そのバルクのディポジションベロシティを沈着の測定データからそのにでバルクの沈着測定で割ってですね、空気中濃度を出すっていうのはですね、積算の濃度しか出ないんですよ。つまり刑事的な濃度が出ないわけですね。ところが今回その地域っていうのはですね、もうほとんどある時にその通過してますから、そのパターンがそこの人がいた時にもうすでにその12日以降、まあ多分パターンとしてはですね、そこを通過したっていうのはそのバルクの積算の濃度をその期間いたというふうに推定するしかないから、まあ、そういうアプローチを取ってるんだろうと、まあ、これは私の推定ですから、これだけ見たのでは分かんないんですけども、ですからバン先生が言うようにですね、モデルで刑事的にある場所の濃度を推定したものをそれをダイレクトに使っているということは多分ない。
と思います。いや、ちょっと私はそういうふうに書いてあるように読んだので、だからそこのところ はっきりしておかないと、あのもしそうだとすれば非常にやはり不確かさが大きいので、注意が必要だ。いや、どっちが不確かさが大きいか。いや、そうなんですけど、シミュレーションの値を直に用いたとすれば、それもまた相当、まあ、不確実は大きいですよね。まあ、ちょっとアンスケアに確認する必要は。どうもありがとうございました。いろいろとの時間もありますので、ここであの占領の件は終わりたいと思いますけども、でも非常にもまあ、感覚的に今の議論で問題点の ありそうなところの話が随分分かってきたような気がしますので、やはりあの今後健康に対する影響を考えるときに、ある部分だけ取って、強調するというふうなことではなくて、やはり全体を見て我々がこの会議では判断していくということが大事かなということで、次に進ませていただきます。ではあの次は後半の部分でありますけれども、一般住民への被爆評価について、それから、被爆占領に基づく健康影響と全体のまとめですね、ここについての坂井先生お願いいたします。はい、そうしましたらスライド あの12枚目、健康影響6章、健康影響と書いてあるところからあの始めたいと思います。再開したいと思います。まずあの一般講習 あの健康影響についてあの、評価をしております。でこれにつきましてはあの、前の段階までで評価をしました線量評価された線量をもとに、敷地なし直線モデルを適用して、あのリスクケースをあの合わせて用いて、計算推計をしているところであります。で、その結果についてかいつまんで申し上げます。さまざまながんについて、がんの、リスクが、計算上は若干上昇することが示唆される。でしかしながらこの上昇というのは日本人のバックグラウンド、自然発生によるがんの罹患リスクに比べて小さく検出できないと考えられる。これが結論の一つであります。次に甲状腺がんについてであります。で推定値の上限 あの被爆を受けたそのような方がたくさんおられた場合に、あの相当数いたとすると、がんの発生率が、の増加があの認められる可能性はある。しかしながらチェルノブイリ事故の住民の甲状腺被爆線量と比べて福島での被爆線量はかなり低いの でチェルノブイリ事故のように甲状腺がんが増加するとは増加するとは予想されないというのがもう一つの結論であります。次へ移っていただきまして、で、子どもの甲状腺がん、甲状腺検査において、で比較的多くの甲状腺異常が見つかっているところでありますけれども、でこれについては、この程度というのは他の、事故の影響、事故 の被害を受けていない地域と同等であると評価をしています。で それを受けて、このような集中的な検診がなければ検出されなかったであろう甲状腺異常がんを含みますけれども、これは今後比較的多数見つかると予想されると述べているところであります。それから、不妊や胎児への影響、確定的な影響は認められない。それから、白血病、乳がん、固形がんについて増加は観察されるとは、予想されない。遺伝性の影響の増加が観察されるとは予想されないと述べております。その次のスライド、字が小さいところですけれども、これは健康影響のうち作業員の健康影響についてまとめたところでございます。先ほどと同じ理由で、この部分は今日のご紹介からは割愛させていただきます。でまたその次のページ、人以外の生物、生物を環境への影響でございますが、これも同じ理由に、同じ理由でここでは割愛させていただきます。産業にまとめましたので、後ほどご覧いただければと思います。でさて、この報告書の最後の行 8章ですけれども、ここに要約と結論、それから今後の課題というのが述べられております。で、この部分はすでにご紹介したものがほとんどで、ありますので、
この4つの丸の部分についてはこれまでにご紹介したことの確認という意味で、後ほどご覧いただければと思います。この8章の中で重要だと思いますのが、今後何をどう継続すべきかというところであります。で、次のスライドへ移っていただきまして、で今後継続すべき課題についてまず方針を述べて、おります。で、過去の事例の過去の事例と同様に今後数年あるいは数十年にわたってで、さまざまなデータが蓄積される、あるいは今の時点で不確かなあったものがより確かになるというような状況が想定されるわけであります。で、このようなことについて、情報の提供というものをこの記載の裏にはこのような新たに生じてくるであろう情報をきちんと集約しておくことが重要であるということが述べられているかと思います。でそれからその次 の, 項目としては、原発サイト内の作業者については集団、実行線量が上昇しているということ、でそれから、汚染水がの漏洩が、認められているということで、そのような放射性核種、汚染水に含まれる放射性核種が水域に拡散しているということで、このあたりがをきちんとフォローする必要があるということで、そしてこの今回の報告書の評価をの信頼性を高めて、場合によっては予測されていることを確証するという意味で次の項目を提案をするということが述べられて、この報告書の締めくくりになっております。でその課題について具体的にピックアップをしましたが、でここでも作業者でありますとか環境でありますとかという部分については割愛をし、この専門家会合 の, 主要な関心であると、あります住民の健康管理に関したものをピックアップしてまいりました。でまずは先ほど来ご議論があるところですけれども、事故の進展で、それからいわゆるソースタームで、これをより確かなもの と,、するということで、それから、利用可能なデータと、それと適切なモデルを活用して、で線量、住民 の, 公衆の方の線量の評価を、高度化する精度を、高めるということが必要であろうと。でさら、その次ですけれども、実際に体内での放射性核種の測定を、継続することによって、でこれまた体内内部被曝 の, 精度を高める努力が必要であろうと。でさらに健康調査に関しましては、アンスケアの報告書、この報告書では、健康調査を継続すること、それから現在のプロトコールに従った小児超音波検査を継続すること、でその継続をする中 で, で今回のような徹底的な検査によって甲状腺がんの発生率、これに見かけのアパラントという言葉を使っておりますの発生率について解析をし定量すること、でこのことに関しては事故の被害を受けていない地域で の, がん調査、甲状腺がん調査が有用であろうと。で福島県で の, 調査を他地域での調査と引き比べながら、分析し検討をする必要があろうということであります。それから、今後の、影響というものをきちんと取りまとめるために、個人線量が適切に評価できている集団からなる疫学研究のためのコフォートの確立を検討することということがアンスケアが提案していることであります。でやや駆け足になりましたけれども後半の部分、の要約は以上であります。どうも塚井先生ありがとうございます。事務局の方から追加しての今の将来の
課題についていくつかまとめましたので、それを先にお話しいただいてから討論したいと思います。続きまして1枚横紙でございますが、資料2をご覧いただきたいと思います。でそちらにつきましては、先ほど酒井先生から最終のスライドのところで今後継続すべき課題ということでおまとめをいただいたもの、フューチャーサイエンティフィリサーチニーズのところでございますが、そこの4つの部分に関して今どういう形でやっておりまして、我々が認識しております未実施事項でございますとか課題ということがどういうことがあるかで、今後の施策のあり方ということで26年もう予算措置を行っているものもございますが、現状に引っ張られてというよりもむしろ専門的にこの課題に対して今後どういう形で進めていくかというところをご議論いただく場でございますので、あえて空白という形で置かせていただいておりますが、そういう形の資料の構成としてございます。で簡単に申し上げますと、ご提言いただいた大気拡散モデルで4年の聖地化というところについては、平成24年 の, 要素による内部被爆線量の把握ということで、これ昨年度今年度は昨年度昨年度という形で実施をしておるものがございます。でさらに次のパラでございます、個人間のばらつきということですと、そういったシミュレーションに加えまして、個々の方に対する個人線量計の配布でございますとか、あるいは県民健康管理調査で、206万人を対象にお一人お一人の行動調査に基づく外部被曝線量を出していることであるとか、あるいは生体内の放射性核種の測定ということでございますので、これは一番マスでいきますとホールボディカウンターの結果大きくございますので、そちらの結果18万人出て、結果はこれまでご披露していたものであるということ、あるいは今後のご議論にもかかってくるとかと思いますが、甲状腺検査を継続するということであれば、これまさに36万人実施をしておるものでございますし、おめくりをいただいて後ろページでございますが、そういう方に対して定量的な評価ということで今回の報告書でも取り上げていただきましたが、県外3県で調査をして同じような形でやってみたらどういう割合が出るかみたいな形の調査をやらせていただいたりであるとか、あるいは継続的な疫学的な方法と確立するという線量が明らかな方々を見てということですと、当然今県立医大の方で、データベースという形で被曝線量と結果という形を長期に保管をするということでございますので、これは個々の方々の、大切なデータでございますし、そういった議論の際には貴重なデータにもなりうるものでございますので、そういった形で維持をしておるわけでございますが、それぞれに対して課題簡単に書いてございますが、他にこの場でご指摘いただく点で将来に対して、どういう形をしていくかというところ、お気がかりの点ございましたらご指摘をいただければと思います。事務局会以上でございます。どうもありがとうございました。でも最初に将来を除いて最初にその線量から見た健康影響の推定の部分について、まずご質問をいただきます。どうぞ。井上大学清水と申しますけれども、ですね、スライドの、12になりますかね、健康影響のところで、ですね、チェルノブイリの後の事故の後の被爆時の年齢のによるがんの発生率のデータがあるんですね。で乳幼児、つまり1歳から3歳までが一番被爆した時が一番発生率が高いと、から4歳から6歳からそれ以降もだんだん低くなっていくというデータがあるんですけども、ここに今日 の話もありましたように、被爆量の差があります。それからもちろん用土環境の差もありますけれども、この肩括弧2の最後の後ろから、そう、3行目の河川のところのチェルノブイリ事故後の、住民の甲状腺被曝線量と比べて福島県での被曝線量はかなり低く、チェルノブイリ事故後のように甲状腺がんが大幅に増加するとは予想されないと言っていいものでしょうか。つまりこれからそれを検証して、つまり年齢差も少し、
15歳以下でもですね、子どもの中でも年齢差があって、やっぱり少しは予想されないんじゃなくて否定できないとかですね、そんなような評価できないもの、いかがでしょうか。はい、ここにご紹介し、いたしましたのはレポートに書いてあるところです。で、でこのような記載があると同時に今後の課題のところで今後の課題のところでも、時間を追ってフォローするということが重要であるということが書いてあるところ でそのあたりを含めて考える必要があるのかなという気がいたします。でただこれまでいやもちろん今の段階で言えることはこの予想されないというこれがアンスケアの、判断であるということで、ですからこれについて今後どう検討していくことが必要なのか、ですから今先生ご指摘のように年齢の分布、それからおそらく潜伏期の問題で、それらも合わせて検討していく必要はあるんだろうと思います。で、申し訳ございません、この記載ぶりについては報告書の記載でありますので、これ以上私からはコメントを差し上げられません。酒井先生は代弁者としての、何か答えすると私報告書以上のことを言うとおかしいということになりますので、報告書にここではあれですか、比較的多数少なくとも有意なもの増加が起こる可能性は少ないというようなことを、ちょっと今文章はあれですけど書いてあったら、それはそのまま高井先生がお話になるということで、もしそれに対して非常に抗議があれば、それは強い部のがあれば外務省を通じて IAEA の方やアンスケアの方に伺うということはできるかと思いますけれども、今酒井先生の立場はそうではないということ、この辺のところはこれからきちっと評価していかなくてはならないことだというふうに思います。いかがでしょうか。他に健康影響、線量から推定される健康影響についてということで、そのアンスケアがある程度の見解を出した。我々もこの次から入っていくところでありますけど、それからその最初の線量評価は先ほど忘れましたけれども、この次のこの委員会で線量に関してのこの委員会で今までずっと3回にわたって議論してきたことのまとめも提出させていただく予定であります。今ここではその健康、その線量に基づいた健康影響の推定と、それはあくまで過去の我々の経験に基づいた推定ということになりまして、わからないということではなくて、過去の影響に基づいてある確率をもって推定したらこうなったということで受け取っていきたいと思いますけれども、決してそのないということを押し付けてるわけじゃないってこの報告書に関してはそれ以上他にございませんでしょうか。どうぞ。先ほどの前半の部分とですね、今回のこの後半の部分でですね、感想なんですけれども、前半の部分ではですね、人間の行動パターンだとか、それからいろいろ食べてるもの、それから途中のね、どういうふうに、今の避難場所まで到達したかということについてわからないので、不確定な要素が結構あるというふうに、述べたわけですよね。それに比べましてですね、この12ページのパワーポイント以降ですね、結構ですね、例えば12ページで言ってみれば、両括弧 A のところ、片括弧1のところでですね、要するに検出できないと考えられる、それで片括弧2のところではですね、一番最後のところで甲状腺がんが大幅に増加するとは予想されないと、要するにちょっと結構断言的にですね、今言ってる部分が多いような印象があります。13ページについてもですね、
まあ、一番心配されている肩括弧4のですね、遺伝性の影響の増加が観察されるとは予想されないというふうなことでですね、結構この断定的に言われているという印象があるんですよね。というのはですね、この肩括弧4で見てみますとですね、不妊や胎児への障害などの確定的影響は認められずというふうに書いてありますけれども、この時のその、まあ、要するに女性の方のですね、まあ、要するにまあそういう避難のところまでの状況だとかっていうところには、個人の比較的確定的なものだけではない、不確定な要素っていうのも存在するわけですから、まあ、こういう予想されないっていうふうに、まあ、果たして断言できるかどうかっていうと、ちょっと乖離があるような印象があります。どうぞ、鈴木先生。ちょっと石川先生、勘違いなされてるかもしれないと思いますんで、ちょっとコメントさせてください。最初の占領評価っていうのは、あくまでその地域に住んでた人の平均値で、その幅がもちろんあると思います。で、ただリスクを考えていくとき、その地域にいた、例えば1歳、まあ、5歳以下のお子さんの総体の人数と、その人たちの平均被爆線量っていうのがベースになります。リスクを評価していくと。で、例えばチェルノブイリ原発事故でどのくらいの過剰リスク係数が甲状腺がんに関して評価されているかっていうと、 2.2 名10の4乗パーソンイヤーグレーです。で、こういうどのくらいの甲状腺の吸収線量があると、まあ、例えば1グレーの吸収線量あった人が1万人いたら、その人たちをずっと追跡していったとき、 2.2 名過剰の甲状腺がんが出てくるっていうのがチェルノブイリの評価なんです。で、そういう評価値を使って、例えば飯舘とか川俣にいた1歳以下の、あ、5歳以下のお子さんたちのトータルの人数とその線量の平均っていうのを見ていったときに、計算上もしかすると増えるかもしれないけども、実数としては1名に満たないかもしれないというような言い方をここではしているというふうに理解してください。あくまでこれは個々人がどのくらい被爆してたかということじゃなくて、その集団のリスクをあくまで推計してるんであって、その集団の中で高い人も低い人もいるけども、その平均値としてはこのくらいだから、この集団の持っているリスク、将来のリスクはこのぐらいの幅であると、あくまでそういう評価だと思ってください。ちょっといいですか。今のご発言ですけれども、健康の問題っていうのはですね、やはり個人に最終的には個人に帰結するわけですから、その方がですね、例えばこの13ページ目のパワーポイントのところでですね、まあ、遺伝性の影響の増加が観察されることは予想されないというふうなことを言った場合にですね、要するに、まあ、私はその前の部分と前半の部分とこの後半の部分とのところでですね、その要するに、その吸入だとかそういったものの線量が不確かさがあるというふうに前半で言ってるところでですね、やっぱここにつながってくると思うんですね、その一人一人の健康の問題についてはですね。ただ私のその印象としてのその乖離があるんじゃないかっていうのはですね、個人の段階で言ってみればですね、その方にそこ福島にいた方、あるいはまあ、ホットスポットのところでも同じですけれども、遺伝性の影響の増加が観察されることは予想されないって言い切れるかどうかということは、それは個人の問題だと。一人一人の問題だと思います。で、全体の集団のところでって言ってもですね、やっぱり僕はこの遺伝性の影響の増加が観察されることは予想されないって言い切れるかどうかっていうところに疑問を持ってるってことです。はい、鈴木ですけども、まあ、放射線によってどのくらいのリスクが増えるかっていうのはあくまで疫学データでしか出せません。で、その疫学データでこの一人一人が例えば遺伝性影響があったと、例えば遺伝性影響っていうと今だいたい 1% ぐらいの確率で赤ちゃんの中に遺伝性影響出てくるかと思うんですね。そういう頻度の時に放射線、例えば10ミリシーベルトはどのくらいの寄与を、まあ、リスクの増加を増やすかっていう考え方で
まあ、私たち普通は判断していくわけです。でそれが非常に小さかったらやっぱりちっちゃいという、あるいはほとんど個人として見た場合にそれは検出できないという言い方になるんだろうと思うんですね。それは個人はみんな何らかの形で病気になりますよね。日本人 50% はがんに罹患するわけです、大雑把言うと。で 30% はがんで死亡するわけですよ。でそれの中で放射線のこの被曝でじゃあそれは原因になったかっていう議論をし始めると、これは科学としては決着がつかない話なんだと思う。今あくまで言ってるのはそういうプロバビリティとかアトリビュータビリティとかそういうような概念でここは語ってるということだと思います。じゃあちょっと他の方も発言すると思うんで、これは一番ですね、今我々がですねこの場に集まって議論していることの一番大事な部分、健康影響ということについてですね。でそれのところでですね、例えば遺伝性の影響の増加が観察することは予想されないって言い切り方っていうのがですね、私はできるのかということを言ってるわけです。いくらですねいろんなデータがあってですね言ってもですね、ここで予想されないっていうことをまあいろんな各所で言われるとですね、これは今までの不確実性があるデータの、中でですね、幅が違う、はい、例えば原爆被爆者の遺伝的影響っていうのは集団の平均線量が、例えば200から300ミリグレーぐらいあった人たちの中で遺伝的影響が見つけることができないくらい小さい。でネズミの実験なんかから想定されてるそういう遺伝的影響が倍に増えていく線量ってのは大体1グレーですよ。そういうものに比較してた時に今回の福島原発事故の お母さんの被曝線量あるいはお父さんの被曝線量っていうのは非常に遺伝的影響を起こすには被曝線量が小さすぎますということをここで言ってるんだと思います。じゃあどうぞ。今の議論は大変重要なんですけれども、本日ちょっと時間が限られて本日時間が限られている中で、この報告書、アンスケアの報告書の、に書いてあることをちょっとお聞きできればと思いまして、今の議論は本当に大事なんですが、ちょっと次に伸ばしていただければと思います。で、3つちょっとお伺いしたいことがあるんですけれども、まず WHO の推定と今回の報告書との、健康影響に関する部分ですけれども、違いについて教えていただければと思います。2番目ですけれども、甲状腺がんの、発生について、他の県との比較をするようにっていう、そういうまとめをいただきましたが、他の県でですね、特に原発事故の影響を受けてないと思われる地域で、同じような甲状腺がんの検査をすることは、これはやはり倫理的問題も含むものだというふうに思います。それは清水先生を座長とする福島県の甲状腺の評価部会でも先日議論したところです。そのような点についてこの報告書の中では触れてあったでしょうかというのが2点目で、3点目ですけれども、健康調査を福島県において継続することというふうにまとめていただきましたが、福島県に限定するあるいは地域を限定するような議論はこの報告書の中では、書かれていたでしょうか。以上3点について教えていただければと思います。司会者よろしいですか。はい、まず WHO の報告書との違い、詳細に数字を付き合わせてはございません。でただ今回は先ほどちょっと言いましたけども、固形がんについては直線モデルを使いで、 WHO との違いとして特に書いてありますのは、今回我々 のアンスケアの線量評価に基づいて計算をしたということで、それからもう一つは、最新 のリスク係数を採用した、この2点が書いてございます。で、それで線量評価に関しましては WHO の評価よりも、若干低い
評価が今回与えられていると思います。でいずれにしましてもその、今の段階でリスクというのはあくまでも計算で出しているところですので、そのことを考えますと、WHO の、健康影響のリスクよりは低い数字が出ているのではないかと思います。でただ詳細に数字を突き合わせておりませんので、最初 のご指摘に関してはこの程度で、にさせていただければと思います。で2番目の甲状腺がん他の地域ということですけれども、今現在青森、山梨、長崎で同様の、検討結果が報告されていると承知しております。でその結果には、福島で認められるのと同様のレベルであると聞いておりますが、で先ほど先生からご指摘 その、今回の事故の影響を受けていない地域でこのような検査をすること の問題点というところには触れておりません。でそれから他の、地域で の検査、健康調査というお話ですけれども、でここでは線量を先ほど申し上げましたけれども、線量を評価するときに福島県以外というような部分もを取り上げております。でそれに基づいたリスク評価も、しておりますけれども、でこの、最後の提案のところでの、健康影響、調査については福島県以外の部分については言及ございません。よろしくございますか。あ、どうぞ。補足ですけれども、今回のアンスケアでは、前回の WHO のように独自 の定量的なリスク評価はしていないです。それは、これの、アペンディクス E になりますけれども、251ページのところに、テーブル E1 というのがございまして、でこれは、WHO レポートからそのままその単位線量あたりのリスクとかそういった定量的な値をですね、これはベースラインですかね、引いてあります。で、さらに E の23パラグラフの E の23って同じページの下の方にありますけれども、そこにもその WHO のこれに基づいてという表現をしておりますので、独自に何かその新たなリスクモデルを使って計算しているわけではないということです。ですからまあ元にした線量が、アンスケア独自のものを使ったということで、それについても WHO は事故後も半年ぐらいのデータだけを使ってとにかく急がなきゃいけないということでラフにやったけれども、まあ、アンスケアの方はもう少し長い期間のデータを取って、よりきめ細かくやったと。ただまあアンスケア自身の評価としてはそういった違いはあるけれども本質的な矛盾はないということですから、その意味ではリスクの評価に関する見解は、まあ、WHO と大きく変わるものではないということになると思います。どうもありがとうございました。健康の評価に関して終わりまして、今後の問題について、時間がなくなりましたけれども、まあ、何分かいいですか。先ほど酒井先生と事務局からお話になりました、まあ、アンスケアで提唱している今後の研究ということについてのご議論をいただければと思います。どうぞ。これからの研究として対象群として他地域の他府県のやってますよね。で僕は研究としては新しく生まれる子どもですね、例えば福島県で新しい生まれる子どもが戦災後に生まれた子どもの甲状腺がんの頻度がどうかっていうのが一番役立つんじゃないかと思います。まあ、これを実行するかどうかは、まあ、いろいろ政策の面もあるでしょうけども、チェルノブイリの場合も結局事故前に生まれた子どもからは甲状腺がんが増えた、しかし事故後に生まれた子どもからは甲状腺がんが増えてないから、これはもう間違いないだろうことになったわけですね。ですから福祉の場合にもいろいろこう議論があるんですけども、ファイナルなのはやはり事故後に生まれた子どもから甲状腺がんがどうだったかというのが一番役立つんじゃないかと思うので、まあ、これ急ぐわけじゃございませんので、まあ、いろいろ政策的にどうかというのをまた検討されてやられたらいいかなと思います。
コントロールの取り方についてね、はい、そのコントロール非常に大事だと思うんですね。先ほど 山梨と弘前長崎ですよね。これ4000人程度なんですね。検査したのは福島で36万人あるいは38万人と、これを比較するのもなかなか難しいところがあって、それとですね、私もコントロール群はたくさん検査するべきだと最初に思ってたんですけれども、先ほど春日先生おっしゃったように、前回の委員会で倫理的に問題があるだろうということで、つまりいわゆるエコーの検査で A2 ですね、悪性食器はないけれども、まあ、ちょっとした脳の変化があると、それをやっぱり検査をしたご両親などに伝えると、非常に精神的にダメージを受ける方が多くてですね、これは大きな問題であるというところで、コントロールの検査をどうするかというところで今立ち止まっているところなんですね。ただ大規模な検査は、僕はこれ将来この比較の意味でですね、必要だと思いますけど、その辺のところがこれから の大きな課題の一つだと思います。どうもありがとうございます。この書いてありましたの坂井先生のお話にもありましたけども、将来の検査は続けると、だけどその場合コントロールをどう取るかということと、線量の関係を相関をどう考えるか、その2つちょっと坂井先生お話になりましたけども、まあ、その2つを十分に今から検討しないといけないと、これは今日ここでやるようなもんですから、まあ、続けて我々のこの次からの議題になりますので、そこで議論させていただきたいと思います。他にございませんでしょうか。まあ、それから線量評価についても、まあ、一応あれですね、我々ここでかなり議論して、そのアンスケアが推薦している方法は現実にもうやっているんだということを、まあ、ご理解いただきたいということも一つこの表を作ったところの意味があるかと思います。他に何かございませんでしょうか。まあ、今後の影響ということに関して、それから先ほどちょっと私自身としての石川先生のお話で言いましたけれども、線量評価自体は非常にばらつきがあっても、でもその限界はあるわけですね。そのいくらその多く見てもという、それから数がある、それと今まで我々がやったようなチェルノブイリの例えば甲状腺の線量との相関を見た場合に、片方はまあ5000ぐらいまで言ってみれば非電の線量で相関を見ていると、そうするとその相関図の中に福島を入れると、それが100であろうが200であろうが、もうほとんどゼロ線に近いところの線量になってしまう、そんなことも一つの科学的な進め方ということの中で考え方になるんじゃないかと思います。また原爆にしても、まあ、ここに出てきました10ミリシーベルト以下の被爆線量と、それから原爆の我々が知っている放射線の影響として元になっている原爆の被爆と福島の被爆とを比べた場合に、この程度であろうという推定をするんだと、まあ、そういう立場でアンスケアが報告いただいているんじゃないかと思いますので、まあ、そこだけアンスケアの報告として理解するということにしたいと思います。で、まあ、時間がオーバーしましたが、何かの全体を通じてお話を、はい、どうぞ。まあ、今後の継続すべき課題についての17、18のところでですね、まあ、ちょっと17のところで教えていただきたいんですけれども、この2つ目のポツのところでですね、まあ、今もこの放射能汚染水がですね、原発サイトの中で漏洩していることで、まあ、水域環境に運んで放射性核種をですね、水域環境に運んでいるというようなことが書いてありますけれども、これに関してのですね、まあ、要するにあんまり書いてないと思うんです。原文の方にも書いてないんですけれども、まあ、今後ですね、この福島の方も含めてですね、まあ、要するに影響がどの程度あるのかということについてですね、あんまり話してないと思うんですよね。ですからこれがもしお分かりになれば教えていただきたいということと、まあ、私やはりこの18のですね、スライドの一番下のところに、まあ、ちょっと6行ぐらいにですね、集約されてるのかなと、結論がですね、というような感想がありますので、まあ、ただこの17ページ目のこの丸の2つ目の丸のところだけですね、ここどういうふうに考えたらいいのかなってちょっと分からないので、分かる方いったら教えていただきたいと思うんですけど、
はい、アンスケアの、検討の中では、この報告書の中では汚染水に関する問題を取り上げることはできなかった、タイミングの問題もあり、で、今後の、検討課題として、今後の検討課題として、挙げてあるという、そういう位置づけだと理解しております。でこの点に関しましては、次のアンスケアの総会にて、検討がなされるという話、7月ですけれども、と聞いております。私が持っている情報は以上であります。どうもありがとうございました。まあ、本当に今日は膨大なそのアンスケアの報告書を1時間半で議論というかしましたので、まあ、もちろん全部することはできませんが、まあ、今後我々が報告書をずっと読んで詳細に検討するとき、あるいは今後アンスケアのことを問題にするときの、まあですね、糸口というかになるような、あるいは、まあ、そういう意味でお役に立った、十分にお役に立ったと思います。の各先生にそれぞれ必要なものコピーも渡しましたし、それからいつでもネットでダウンロードできますので、これから後もアンスケアはやはり一つの立場を持った報告書であるということでの利用していきたいと思います。さて、事務局からあと何か。議事としては本日以上で、ございます。次回でございますが、日程調整ご協力いただきまして誠にありがとうございます。5月20日20日の、15時から予定をしてございまして、その場で前回ご宿題をいただきました占領評価に関するまとめでございますとか、ご指摘をいただいたデータについて可能な限りご披露させていただきたいと思います。また第7回以降につきましても後日委員の皆様のご都合を伺わせていただきますので、本日明日中にはスケジュール表の形で案の候補日のご相談を差し上げたいと思いますので、ご都合のご確認のほどまたよろしくお願いをいたします。でまた座長とご相談して日程のご連絡をさせていただきたいと思います。また本日の議事概要及び議事録につきましても後日公開とさせていただきますので、事務局からお送りをいたしますので後日ご確認をお願いいたします。事務局から以上でございます。それからもう一つ本部先生からお話がございましたので、最後にすみません時間がないと恐縮です。前回私欠席しまして、資料を後から送っていただいたんですけど、資料の2に1から3回目の専門家会議の確認事項のまとめ案という中に、福島県外のヨウ素プルームの影響について、その県内のプリウムによる被爆の値が県外にも当てはまるものではなくてというような記載が私の発言としてありますけれども、私の発言の趣旨はそういうことではなくて、これは春日委員がプリウムが通過したところは県外でも同じくらいの被爆があったということの評価につながるのでしょうかというご意見に対して申し上げた点で、私の趣旨は県内とか県外という区別ではなくて、その、沈着の程度によると、でそれは土壌の沈着の精度が、まあ、精子面については比較的あると、要素については不確実さが大きいけれども、そういうデータがあると、それの量に、ディペンドするんだと、量に依存するんだという趣旨の発言ですので、まあここはそういう趣旨に直していただくか削除をしていただきたいというふうに思います。すみません事務局でございます。大変失礼いたしました。先生いらっしゃらないときに資料をお持ちさせていただきましたので、次回資料をご披露する際に前回の資料のさらに修正した形でご披露させていただいて、ご発言としてこれでよろしいかということをご確認をさせていただきたいと思います。大変失礼いたしました。それじゃあ特になければこれで今回は第5回終わらせていただきます。どうもご協力ありがとうございました。